どうも、オカテックです。前回までは AVR の取り付けとその配線を行いました。今回の動画ではこの電源の動作チェックを兼ねて、通称 L 地下をやってみたいと思います。それでは行ってみましょう。まずは今回使う電源線を取り付けましょう。作業自体は作業台の上で行うので、ある程度の長さのものを取り付けていきます。今回 L 地下に使うのは 5V の AVR からの電源になります。今回の L 地下はただ LED をオンオフさせるだけではなくて、こちらのフォトリフレクターというものを用いてオンオフさせていきたいと思います。ちなみにフォトリフレクターとは、透光側と受光側を持つセンサーのことです。透光された光が物体で反射して、その反射した光を受光側のフォトトランジスタで検出する仕組みになっています。ライントレーサーなどにも用いられ、我々が作っているこのバブルにも仕込んであります。では早速今回の回路図を見てみましょう。回路図としてはとてもシンプルです。直流電源とフォトリフレクタを接続し、その間に抵抗を1つ入れているだけです。その理由を説明します。今回使っているフォトリフレクタは RPR220 という型番になりますが、データシートによるとこの LED で持っていかれる分の電圧が約 1.3V と分かります。これを純電圧と言います。またデータシートのこの部分の 50mA は純電流と呼ばれ、 LED に電圧をかけた時に流れる電流のことを表しています。 LED の定格電流とも呼んだりします。仮にこのデータシートにある定格電流の3分の1を流すことを想定すると、 50mA÷3 ですから 0.0167A となるので、オームの法則により 5V-1.3V を 0.0167A で割ると 220Ω となり、適正な抵抗値がわかります。よって今回の回路には 220Ω の抵抗を用いています。発光させる LED も同じ理由で抵抗を入れています。それでは早速ブレッドボードに配線していきましょう。今回はこちらのブレッドボードに配線していきます。ちなみに一緒にくっついているアルドイーノと液晶は全く関係ないのでご了承ください。配線作業はガースーさんがささっとやってくれました。オカテックはブレッドボードの配線が苦手なので傍らで見つめています。いつも縦と横どっちがどうだったかわからなくなってしまいます。最後に 5V の電源線をつないで完成です。完成図はこんな感じ。おそらく電気回路図と合ってると思います。それでは早速おごそかな雰囲気で電源を投入していきましょう。 AVR の電源が入るところがかっこいいですね。部屋が明るいままだと LED が光っているのが分かりづらいので、ちょっとだけムーディーな雰囲気にしてみます。うまくいっていればフォトリフレクターの前に物をかざすと LED がオンオフするはずです。お、これは成功しているようです。物のありなしだけではなくて、距離に応じて光り方が変化しているのも面白いですね。ちなみに 5V の電源なので、USB の電源線を作ってあげれば、こんな感じで直接ラズパイを動かすこともできます。ちゃんと光っているのがわかりますね。それでは今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございます。この動画が面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。コメントもいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。